はい、こんにちは、レトスの小野です。本日で個別指導のキャンペーン価格が終了となります。ほぼ最安値価格で受講していただけますので、来年絶対合格したいという方はぜひこの機会に受講してください。今からであれば試験日までの約10ヶ月間理解学習を実践していただけますので、来年あなたに合格していただく自信があります。お申し込みについてはこの動画の下の概要欄から行ってください。あなたの受講をお待ちしております。それでは本日の3問に入ります。 A は B に対する金銭債権を C に譲渡し、4月1日付の確定日付のある証書を B に送った。その後 A は D に債権譲渡を行い、4月2日付の確定日付のある証書を B に送った。この場合 C は D に優先して権利を行使することができる丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ×ですね。債権が二重譲渡された場合、確定日付のある債務者の承諾もしくは譲り渡しに A から債務者への通知で対抗要件を備えます。で、これは、昨日勉強した内容ですね。ではどちらも対抗要件を備える場合はどうなるのか、これを考えると、通知が到達した日もしくは承諾の日時の先後によって優劣が決まります。つまり今回の問題文で言うと、通知が先に到達した方が勝ちだということなんですよ。で、問題文見るとどちらが通知が早かったかってこれ書いてないんですね。あくまでも書いてあるのは確定日付が書いてあります。で、ここでは判断しないんですよ。どっちが先に債務者 B に到達したかっていうところなんですけれども、これ、どっちが先に到達したかは書いてありませんので、 C は D に優先して権利を行使することができるというのは誤りになります。で、問い2ですね。宅地建物取引業の事務所で契約を締結を行うことなく、および契約の申し込みを受けることがない場合、専任の取引士を置く必要はない丸か×かという問題です。答えは×ですね。これ宅建業者のこれ事務所なので、事務所には5人に1人の割合で、取引士、専任の取引士を置かなければなりません。で、案内所の場合とこれごっちゃにしないでくださいね。案内所の場合だと契約の締結を行わない、かつ契約の申し込みも受けないという場合は専任の取引士置く必要はありません。よって今回は宅建業者の事務所なので、契約を行うか行わないか、また契約の申し込みを受けるか受けないか関係なく、専任の取引士、従業員5名に1人の割合で置く必要がありますので、誤りだということです。で、問い3ですね。県が道路の用地とするために農地を取得する場合、五条許可が必要である丸か×かという問題です。答えは五条許可は不要なので誤りですね。国または都道府県等が道路、農業用、用排水施設等のために権利を取得する場合、まあ、農地の権利ですねを取得する場合は五条許可不要になってきます。したがって本問は許可不要だから誤りだということですね。まあ、今回基本的な内容なので、ちゃんとですね、頭に入れていただければと思います。本日で個別指導のキャンペーン価格が終了となります。ほぼ最安値価格で受講していただけますので、来年絶対合格したいという方はぜひこの機会に受講してください。今からであれば試験日までの約10ヶ月間理解学習を実践していただけますので、来年あなたに合格していただく自信があります。お申し込みについてはこの動画の下の概要欄から行ってください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。